とも鉄道線は、とも鉄道が、福山駅とも駅間で1913年から1954年まで運行していた鉄道路線。もともと軽便鉄道として開通したため、期間7 6 2ト、mm、ルのナローゲージを用いていた。また、同線で使用されていた蒸気機関車の煙突が、楽橋の形に似ていたため、楽鏡車とも呼ばれていた。 1954年2月時点1925年3月11日、改正時1950年5月12日改正時1945年、戦災異教図、戦中における、市内路線状況。1909年10月に、福山町より、友町への交通機関として、友町、福山町の有志と福山出身の大義士、井上角五郎、 大日本軌道の天宮渡るの発起により、軌道条例による共軌道の出願がされた。1910年には軽便鉄道法が交付されることになったので計画を改めとも軽便鉄道として免許状がカフされた。11月に友軽便鉄道株式会社が設立され、林、半助が社長に就任した。林と役員となった大田美佐夫酒井作次郎は、 友銀行役員であり桑田貞次郎は、桑田銀行関係者であり、いずれも友町の代表的な資産家であった。1954年2月廃止時点の物開業時用意された車両は、機関車4両2両。ボギー客車6両、ボギー有害貨車3両、ボギー無害貨車6両、4輪有害貨車4両その後1915年に、 ボギー無外貨車3両を自社工場で改造して、下機能量列車を製作。1918年に機関車2号を阪神急行電鉄に売却。1921年機関車1両とボギー客車1両を増備した。昭和になると、沿線乗り合い自動車の進出に対抗するため、運転回数増加、運転時刻短縮の必要から、 ガソリンカーを導入することになり1927年、日本車両製造で、機動自動客車を2両製作したのをはじめとして、1928年に、松井自動車工作所により4輪ボギー車を1両、製作。1930年、1933年と、ヘンボギー車を1両ずつ増備した。機関車は、ガソリンカーの増備により、 余剰となったため1935年に1号を岡山県庁へ売却した。1936年国鉄より軽便用に軸ボギー3等客車5両の払い下げを受けることになり、ボハ8から12と不満した。この客車増備により、無害貨車より改造した客車は元の貨車に戻すことにした。戦後間もなく、日本製鉄貨米より、 機関車2両購入と機関車1両を申請。1949年に客車1両を廃車している。廃線間近には、来年同社4両、客車12両、貨車6両で、蒸気機関車は使用されなくなり戦後購入した3両が、車庫に留置。客車も朝のラッシュ時のみ使用されていた。ありがとうございます。